ツルは、ツルメツルカに分類される鳥の総称。アフリカ大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸、アジア、ヨーロッパ系部は長い。オハは短い。翼は長く、幅広い。頭頂や顔の一部に羽毛がなく、赤い皮膚が露出する種が多い。くちばしは長く、直線的で、先端は尖る。甲子は長い。第一子は小型で。 他の跡よりも髪型に位置する。ひなは、灰色や、褐色の羽毛で覆われる。以下の分類、英名は、IOC ワールドバードリストに従う。和名は森岡に従う。湿地、草原などに生息する。地表性で地表で休むが、ホジロカンムリズルは、樹上で休むこともある。熱帯域に分布する種を除いて、多くの種で渡りを行う。 渡りの途中や越冬地では大規模な群れを形成することもある。頸部と後足を伸ばしながら飛翔するが、寒い時には講師を折り曲げて飛翔することもある。植生は植物食傾向の強い雑食で、種子、消化、葉、地下茎、根、昆虫やその幼虫、甲殻類、貝類、ミミズ、魚類、両生類、爬虫類、鳥類,類やその雛。 小型哺乳類などを食べる。アメリカシロズル、カンムリズル、ハゴロモズルは動物食傾向が強く、カナダズル、ソデグロウズル、ホウカザリズルは植物食傾向が強い。一方で動物食、植物食傾向の割合は地域や季節によっても変異がある。ペアは基本的に生涯解消されない。湿地や草原に植物を積み重ねた巣を作りその上に、 産卵するが、地面に直接産卵することもある。基本的に、同じ場所で繁殖し、巣も毎年同じものを使用する傾向がある。死有ともに映像、放卵を行う。主に2個の卵を48時間の間隔で産む。稀に1個だけや3個の卵を産むこともあり、カンムリズルは4個の卵を産んだ例がある。放卵期間は28から36日。ヒナは孵化した日に、 歩行することはできる。約十週間で飛翔し始めるようになり、三から四ヶ月で完全に飛翔できるようになる。日本では万葉集には、鹿の加減として、タズが見られるが、鶴という語も用いられている。平安時代には、鶴の単語が用いられていたと考えられており、和名類受章に鶴の記述がある。江戸時代の本草学でも、現代と同様に鶴といえば、 単調を指す例が多かったと考えられている。一方で古くは、現代よりも広域に分布していたとはいえ、日本全体では単調を見ることは稀であり、実際には鶴はマナ鶴を指していたという反論もある。地域差もあり、ンゴ国、諏王国、長戸国の文献では、鶴の別名をマナ鶴としており、これらの地域では鶴は真鶴を指していたと推定されている。紀州国では、 特徴から鶴は袖黒鶴を指していたと推定され、既産菌類尋問誌では単調は飛来しないとする記述がある。出電開発や農地開発、花宝木、霊炭の採取、伸びなどによる生息地の破壊、狩猟などにより生息数が減少している種もいる鶴は古代中国の伝説では旋回に住む鳥とされた。鶴は吉祥と長寿の象徴で、古来より、 好意交換の身につける装飾品に用いられた。日本では昔話にもよく登場し、鶴は千年、亀は万年など亀と共に、長寿の象徴とされている。他の動物より寿命が長いのは確かだが、実際の寿命は、動物園での飼育の場合であっても50年から80年程度で、野生では30年くらいと推定されている。鶴姫など名前としても使われる。 折り鶴、千羽鶴なども日本の象徴となっている。鶴は地上性、特に湿地での活動に高度に順応した鳥であって、一部の種類を除き木に止まることはできない。よく水墨画で鶴が松等の木に止まる構図があるが、これは一般に甲の鳥と鶴とを混同してのことだとされている。江戸時代には鶴の肉は白鳥と共に高級食材として珍重されていた。 武家の本膳料理のために、鶴の料理が振る舞われたことが、こんな手資料などの記録に残されている。鶴の肉は、江戸時代の頃の、山頂二魚と呼ばれる後大珍味の一つであり、歴史的にも名高い高級食材。山頂二魚とは、鳥イコール鶴、ひばり、バン、魚イコール大、アンコウのことである。日本航空や、ルフトハンザドイツ航空などの航空会社のシンボルにも、 使用されている。江戸時代には鶴の鳴き声を模した音景をモチーフとして様々な楽曲が生まれた。ありがとうございます。